アルコ RS-11 は、アルコが生産した、車軸配置 B、B、ロードスイッチャータイプの電気式ディーゼル機関車である。RS-3 の出力を増強したモデルで、1956年2月から1961年5月に、かけて合計426両が製造された。うち327両がアメリカ国内へ、99両がメキシコへ納入された。 本形式は、アルコのヒット作である RS-3 に代わるモデルとして設計された。搭載するエンジンが244型から251型へと変更され、出力は1800馬力となった。これは、その2年前から製造開始された1800馬力の GM エンド製 GPQ への対抗馬としてのものであった。ルーツ式スーパーチャージャーを備えた、 GP9 と比較するとターボチャージャーを備えた本形式は加速に優れ粘着牽引力も強く燃費も良かった。使い勝手の良さから重量貨物列車の牽引から旅客列車の牽引まで幅広い用途に使用された。最も多くの RS-11 を所有したのはノーフォークウェスタン鉄道であった。99両を購入し1964年の ニッケルプレート鉄道との合併後にはさらに35両を購入した。他にもノーザンパシフィック鉄道、ペンシルバニア鉄道、サザン鉄道、メキシコのメキシコ国鉄も導入し、4社とも追加発注をした。そうして8年間にわたり合計426両が製造され、アメリカへ327両、メキシコへ十九両が納められた。この成功により、 アルコはロードスイッチャー製造においてエンドの対抗勢力たる地位を格好たるものにした。2007年現在でも複数の車両が稼働しており、アメリカ国内の視線においてその姿を見ることができる。ありがとうございます。